ダグラス・リチャード・マクダーモットは、アメリカ合衆国のオスダコタ州出身のプロバスケットボール選手。NBA のサンアントニオスパーズに所属している。ポジションは、スモール・フォワード・アイオワ州のエイムズ高校時代に、ハリソン・バーンズと共に活躍し、同高校2年連続でアイオワ州の王者に導いたマクダーモットは、アイオワ州立大学への進学が、 有力視されていたが、父のクレイグが HCE を務めるクレイトン大学に進学。4年生時の2013から14シーズンに平均26.7得点を記録し、NCWA ディビジョン1の得点王に輝き、ラリーバードのさらいとして注目されるようになる。NBA のスカウト陣からも注目されることになったマクダーモットは、 2014年の NBA ドラフトで11位で、デンバーナゲッツから指名されるも、ドラフト会議当日にシカゴブルズが16位で指名したユスフ・ヌルキッチ、19位で指名したゲイリー・ハリスとの交渉権同士のトレードが行われ、シカゴブルズで NBA 生活がスタート。しかし、1年目の2014から15シーズンは、シーズン途中に右膝を手術を行うなど、36試合の 出場に止まった。2年目の2015から16シーズン以降は、フレッド・ホイバーグ HC の下、シックスマンとして、ローテーション選手となった。2017年1月15日のメンフィス・グリズリーズ戦では、ベンチ出場ながら、自己最高の31得点を記録した。2017年2月23日、大型トレードで、オクラホマシティサンダーに移籍した。 2017年9月23日にはカーメロ・アンソニーとのトレードでニューヨーク・ニックスに移籍した。2018年2月8日、マクダーモットはニューヨーク・ニックスとデンバー・ナゲッツも関与した3チームの取引でダラス・マーベリックスにトレードされた。2日後のマーベリックスのデビューでマクダーモットは8ポイントを獲得し、ロサンゼルス・レイカーズに130から123で勝利した。 2018年6月27日、マーベリックスからクオリファイングオファーの出されたが、後に取り下げられた。2018年7月6日、マクダーモットは、インディアナペーサーズと3年間の2200万ドルの契約を締結した。11月26日、シーズンハイの21ポイントを獲得し、121から88でユタジャズに勝利した。 2021年5月1日、キャリアハイの31ポイントを獲得し、オクラホマ式サンダーに152-95で勝利し、シーズン最多の6つの3ポイントを決めた。2021年8月8日、サイントレードでサンアントニオスパーズに移籍した。スパーツファンからは、マグダーモッチャンの愛称で知られる。マグダーモッチャンの料理教室も開催されている。 レギュラーシーズンプレイオフ NBA 入りして以降、背番号は3を着用していたが、2016年にドーエインウェードがシカゴブルズに加入したことにより、11に、さらに2016から17シーズン途中にオクラホマシティサンダーに移籍した際には、25に変更している。ありがとうございます。